皆さんこんにちは。曜変天目枯山水美術館の最上明です。本日は西野庭園のですね、進捗状況をご覧いただいております。いよいよですね、見えてきたと言いましょうか、配置がもう決まっておりまして、このようにですね、フリップと言いましょうかね、デコボコのところを補正をしまして、全体、構想が、形になりつつあるというところでございます。この同じサイズの棚板といいますけどもね、このレンガタイルに囲まれたこの部分ですね、このサイズの違う、焼き込まれたこういったですね、少し変形しておりますけども、デザイン性も面白いなと。これはですね、窯焚きをする道具でございまして、およそこれはね、上り窯とかね、巻き窯で使われていた、上り窯でしょうね、使われていたということで、自然の松の灰がですね、付着しておりまして、白い丸は、これは筑といいましてね、支柱を立てた跡なんですよね。丁寧にアルミナを塗って、支柱がくっつかないようにしたということが、もう長い年月でもって模様になっているということで、大変面白いということですね。これをこの区画された中に敷き詰めてですね、この西の枯山水を見る足場といいましょうか、通路広場、そういうふうにしたいと思います。大体の構想はですね、この焼き込まれた棚板、これを通路にしまして、そして左右をですね、黄土色の土モルタルと、そして白い、セメントでもって流水門を描くということで、計画しております。やっぱり日々ですね、住み方を見ながら発想が湧いてくるんですね。今現在この土モルタルがこちらとこちらにあるんですけれども、ここのですね、カクカクとしただんだら模様になっているところに、白セメントを入れて流水門かと思ったんですけどもね、この角張りをですね、やはり土モルタルで取ってあげて、この流水門に合わせた、流れるような、曲線の中に、流水門を入れれた方がいいのかなということでですね、全部とは言いませんけども、一部この角張りを取って、でそして、土モルタルでもって曲線を、デザインしていくということで、曲線と曲線、一部、このカクカクというところを、だんだらを生かしながらもですね、中に白いセメントでもって、流水門を描くと、これは世界でも日本でもない枯山水、技法ですのでね、私のオリジナルだと、しかしそれは伝統に取材してのですね、新しい素材を持ってやれることであります。多少時間かかっているのはですね、昨日の台風一過の雨でですね、また分かりました。中央部分が、へこんでいるので、水溜まっているということが分かりますので、全体この土モルタルを施したエッジをね、伝って水路に入ると、水の誘導をしていたんですけども、それは大丈夫だったですね。ちょっと中がへこんでいたようで、ここに少しモルタルを足しましてですね、大体平滑にした上で、この伏流の石組みという縁にも、段差がついてますように、このように土モルタルで全体来てるわけですけども、このエッジまで白いセメントで持ってですね、施工をしながら、そこに流水模様を描いていくための白いセメントの面積は、このなるべく大きく取りながらも、そのエッジは曲線で持って区切られていた方がいいと、一部だんだろ生かすこともあるけれども、今のところはですね、こういった
直角に曲がっているところなどは、またこう飛び石状のところなどはですね、まあ、全体シーモルタルでもって滑らかな曲線で白セメントとまあ区画したいと。でこちらについてもですね、まあそのようにするか、この段々を生かすか、とりあえずこの中には味のある焼き込んだ棚板を敷いて接着していくという作業ですね。ですからここを中心として、こちら側土モルタルと白セメントの流水門、そしてこちらも白セメントの流水門と土モルタルと伏流石組、そして枯山水石組、そして背景ということで、大変日だまりでですね、12月もこう暖かい、そして周辺のモミジなどもですね、12月中旬ぐらいまでですね、モミジがありますので、まあ、そういったところで西はこれで大体、計画をできたと。あとこちらですね、北側ですね、まあ、こちらもですね、いろいろこう植木とか、そういう棚を組んでですね、まあ、楽しみの場所にしながらも風景を楽しめると、まあ、そういうふうに考えております。